最終戦でした。まずはお疲れ様でした。お疲れ様でした。そしておめでとうございます。ありがとうございます。無失点です。そうですね。はい。これがシーズン中もっとたくさんあればよかったのかなと思います。いや、ただプレー見ていても生き生きとされていて危ないシーンもしっかり防いで、ご自身としてのプレーの満足度っていうのは高かったんじゃないかなと思います。そうですね。まあ、まあ、なんだろうな、こう昇格とか、こう残留争いとかっていうプレッシャーもありませんでしたし、ただこうなんだろうな、ヴェルディの選手としては最後の、試合だったので、まあ、そこは楽しみながら、やれました、はい、楽しみながらさらに無失点で抑えるぞっていう、そういう強い気持ちもそうですね、ありましたし、なんだろうな、現役でもまだやりたいなっていう気持ちもあるので、本当にヴェルディ引退してヴェルディに残りたいっていう気持ちもありますし、そこで揺れてる中、こう自分が今できることをこうお見せできたらなっていうのは思っていましたし、まあ、なんだろうな、アピールできたらなっていう部分もありますし、恩返しっていう部分でもあると思うので、まあ、無失点で勝つっていうのはもう本当にそこは気合を入れて挑みました、はい、やはりこうアジスタのピッチでスタメンで立つっていうのは一つこう柴崎選手にとってすごくこう大事なことなんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱこうタイミングもバッチリでこうアジスタで最終節を迎えることができた、なおかつ、まあ、その試合に出ることができたのはどんな状況でもやっぱ幸せですし、まあ、これからそれがまあないって思うと寂しいですけど、まあ、まず目の前の仕事としてもしっかりやらなきゃなっていう思いでした、はい、で満了が発表されてすぐの試合でした、まあ、この21年前、うん、このチームに加入して、でそのプロ生活のうち17年を、うん、この緑のユニフォームを着てきました、はい、柴崎選手にとってヴェルディでプレーをするっていうことはどんな意味を持つものだったんですか。若い頃って多分そんなにいろいろなことを考えてなかったんですけども、先輩たち、すごい先輩たち、憧れの人たちのと一緒にできていることはただこう幸せだったなと思いますし、それがこう年を取ってくると、この幸せを与えてくれたチームに対して何かできないかなっていう思いがやっぱ少しずつ出てきたのが、やっぱこうなんだろうな、こうチームのためにだからチームのために頑張れたのかなっていうのがありますし、なかなかそういうこのチームのために何かしたくても、こう今回のように契約満了を早い段階でされてしまうと、そういう経験だったりそういう行動ができない中、こう長くずっと契約をしてくれてたので、まあ、少しこうなんだろうな、サッカー選手としてこうピッチの上では大した結果を残すことはできなかったと思いますし、ただそれ以外のところだったり、何自分が何かできるっていうことをできることをやろうというふうにはずっと思ってたので、それがまあ少しこういろんな人たちと関係することができたりとか、ヴェルディを宣伝することも一つの仕事だと思いましたし、そういうのは、まあ、できる限りのことができたのかなと思うので、まあ、これがこれからもっとヴェルディにとって僕がやってきたことが何かヴェルディのために、なってたらなっていうふうに思います、はい、本当にこうピッチ外での仕事を厭わないという意味では、うん、柴崎選手もう本当他に類を見ない選手だと思うんですけど、うん、どんな思いがあってそういう活動に取り組んでこられたかを教えてもらって。そうですね、多分僕は何だろうな、自分が子供の頃にいた J リーグの選手とほど有名でもないし、こう多分憧れの存在ではないと思うんですけども、だからこそ、何だろうな、静かに行動ができるというか、街歩いててもたまにしか気づかれないですし、だからこういろんなところ、なんだろうな、いろんな景色とかいろんな人と会うこともそうですし、いろんなことができた部分もあると思うので、まあ、そういうサッカー選手もいてもいいんじゃないのかなっていうのはやっぱ、まあ、こう30代過ぎてぐらいから
思い始めたので、まあ、試合が出るのはもちろんいいんですけど、試合に出れない選手もいろいろやることはあると思ったので、まあ、そういうのでいろいろな行動はもうメルディのためっていう思いながらもう自分でも楽しんでやれたので、まあ、それはこうなんだろうな、引き続きなんかみんながヴェルディのために行動してくれる選手が中には いてくれたら嬉しいですし、逆にヴェルディを応援してくれる人もっと増えてくれたらなっていうのはこう自分がやってきたことで少しやっぱなんだろうな、跳ね返りがあると面白いんで、自分が何かをしたからヴェルディを応援するよって言ってくれる人たちもいたんで、まあ、そういう仕事もサッカー選手の一つだと思うので、まあ、そういうのを誰かが見て同じようなことをしてくれたらなっていうのは思いますし、まあ、まずでもそのためにはピッチで 100% やらなきゃいけないですし、そういうなんだろうな、バランスというかどっちかに偏ってはいけないと思うし、だからそういう若い子が増えてきたらなっていうのは思います。はい、今日のサポーターの様子を見ていても柴崎選手の気持ちっていうのはしっかり伝わっていたんだなということを分かりましたね。そうですね、あの自分の中では良い関係でずっと入れたと思いますし、まあ、そうですね、ここに来れなかった人たちも含めてこう、まあ、結果で最後恩返しができたのかなと思いますし、まあ、こうなんだろうな、これからそういうのが付き合いがなくなるのかなと思うと寂しいなと思いますし、でももしかしたらまだ付き合いがあるのかなと思いますし、だからそれはもうしっかり考えたいなと思います。はい、あのサポーターにも挨拶でおっしゃっていましたけれども、まあ、この後もしかしたらまたヴェルディの何かお仕事をするかもしれないし、うん、他でもしかしたらサッカー選手として続けるかもしれない、うん、まあ、どちらにしてもおそらくヴェルディへの思いというのはこれからも、そうですね、多分それね、ヴェルディを超えるものはないと思いますし、うん、もしそんなものがあるなら見てみたいなと思いますけど、まあ本当にヴェルディが大好きで、ヴェルディのために、17年、まあ、21年のうちに17年ですけど、まあ、頑張ってこれたので、もし離れるとしたら、そのなんだろうな、また新しいものが発見できたりとか、こう今までなんだろうな、ヴェルディってちょっと変わった会社だと思うんですけど、違うものも見てみたい気持ちもありますけど、まあ、結局それもいつかヴェルディのためにってなるかもしれないし、まず一人の人間としてしっかり考えたいなと思います。あのサポーターの皆さんに、まあ、17年間プレーしたその思いを込めて何かメッセージを、メッセージ、まず17年間、応援していただきありがとうございました。たくさんすごい選手たちがいる中で、僕のようなこう無名な選手にも、温かい声をかけてくれる人たちがたくさんいましたし、なんだろうな、まあそういうすごい選手たちと一緒にできたからこそここまでやってこれたと思いますし、本当に自分は幸せだなと思います。そして本当に、まあ、試合に出ている時も出ていない時も変わらず、温かい声だったり、まあ、時にはひどい言葉も言う人いますけど、まあ、それもみんなヴェルディのことが好きだからだと思うので、まあ、引き続きヴェルディの応援を本当によろしくお願いしますと言いたいですし、なんだろうな、サポーターの皆さんが、来シーズンはなんだろうな、声を出して応援してほしいし、なんだろうな、こう感動、ヴェルディのサッカーで感動してほしいし、ヴェルディのためにこういろいろなことをして一つのなんだろうな、チームとしてファミリーとして、良い時間を過ごしていただきたいと思います。自分はこれからちょっといろいろ考えたいと思いますが、はい、何か決まったら報告しますし、まずは今シーズン1年間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。